おはようございます。カモンマテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組です。はい、お願いします。引っ張りましたね。今日ちょっとだけ引っ張りました。はい、ということで今日は11月の20日でございます。20日ですね、もうね。すごいね。あっちゅう間やね。本当にどうなってんのやろ。あともう1ヶ月ちょっとで終わりですよ。ほんまですよ。今年終わりですよ。いやもうほんまそうよ。びっくりするよね。はい。いやいやもう本当に何でしょう、第6波来んのかな来ねえのかなみたいな。でもなんかね、流れ的にはなんかあんまりこう大きいの今のところは来てないのでっていう感じではあるんですが、はい。まあまあそれはいいんですけれども、先週ね、まあお土産いただいたじゃないですか。はい。でいただいたんですけど、まあそれはそうなんですけど、お土産話いただいてないので。お土産話。そう鹿児島どんなんやったみたいな。話すとむっちゃ2日ぐらい喋ってる感じ。そうですね。まあすみません、申し訳ない、3分半ぐらいにまとめてもらっていいですか。一番印象に残ってたの。印象に残ったのは、まあやっぱり食べもうまかったっていうのがあるんですけども、だけどもその車というか、道渡ろうとするじゃないですか。で道端に行くと車が止まってくれるんですよ。ほとんど。だから普通にどっちかなって止まったら車が止まってくれるんで渡らんと。歩行者優先なんですよ。大阪と真逆じゃないですか。へえ、ほんまや。すっごいなんか全部ね、車が止まってくれるっていうのがバスですら止まるみたいな。すごいなと思って、なんかこう年柄なのかなっていうのは。さすが K 点愛人の年やね。K 点愛人っていうのが西郷隆盛がね大好きな言葉で、K 点っていうのは天を敬い人を愛するって書いて K 点愛人なんですよ。へえ、そうなんや。それは知らんかった。人に優しいというか、まあ人柄もそのすごいね話しかけてくれますし、言ってはることがわからないけども、ありがとう下げましたとか、はいって何回か聞き直しましたけど。まあすごい温かい人たち。あとはね、なんか大阪に関係するか、まあたまたまかもしれないですけど、本当にねマテリアルの近くのマンションに住んでたとか、ああはいましたし、そうなんですよ。昔のね九州ってね結構ね昔ほら集団就職とかっていうので、僕らの親父の時代とかあるじゃないですか。そういう時代って九州の人でみんな大阪なんですよ。東京に行かないでまず大阪に集団就職なんですよ。でそっから流れていくっていうのはあるんですけど、大概みんな大阪が受ける土地やったんで、だから結構ね鹿児島とか九州の人多いですよ。多いそうですね。なんか息子さんが吹田に住んでる。本当に今近くに住んでたのもほんまに若い女の子で就職してたらしくてね、で辞めて帰ったらしいんですけど、聞いたらそこのミニストップの上に住んでためっちゃわかりやすい。ミニストップ今もうないよってええとか言ってはった。なるほどなるほど。すごいなんかもうローカルネタをねかませたという。はいなるほどね。びっくりしましたけど。そういうのがすごい思い出にはありますね。はいはいなるほどなるほど。あとはタクシーの運転手さんがもうやたらと歴史のことを喋ってる。そうなんや。まあねこの間セゴドになったばっかりやからね。多分そういうのを求めるね観光客の方も多かった。これ知ってるこれ知ってるかみたいな感じで。多分俺が言ってたらもうなんかえらいことになってる。1時間ぐらい乗ったんですけど。喋りっぱなしでした。むっちゃ怖かったですけどなんか運転が荒くて。そんなことより前見てくれみたいな。そんな感じでしたね。人が温かいなっていうのは、大阪もそうですけどね。まあどこに行ってもそうかもしれませんけども、まあすごいなんかいいなと思いましたね。僕言ったかもしれないですけど、僕のが鹿児島行った時ね、鹿児島市内を回ってくれってお願いした時に、乗った運転手さんは最後じゃあお土産買ってあげるよって、買ってあげるよって買ってくれたんですよ。お土産買ってくれるようですよ。おかしいでしょ、普通ないでしょ。びっくりしましたよ、ほんま鹿児島すごいなと思って。でまあね、僕がおすすめしたかまぼこ、いわゆるさつま揚げですよね。でこれがね野菜揚げっていうのが美味しくて、人参やら何やらってその野菜のやつをさつま揚げにしてあるんで、めっちゃうまかったんです。それがいけなかったんです。いけなかった、ちょっとあれですね、次に行くために。ああ、じゃあぜひ忘れ物、そう旅のね秘訣はもう必ずその土地に忘れ物をしたらもう一回行けるから、だから忘れ物してこようねっていうのが僕の主義なんですけど。でそのね運転手さんはわざわざ買ってくれたんですけど、その時面白かったのがそのセット自体はね1,800円ぐらいなんですよ。でまあそんな大した金額じゃないですね。で僕は1万円か1万2,000円かなんかを払って観光してもらうっていうので。お金を渡してるんですけど、だからその中で 1,800 円ぐらいやったら1割ぐらいからええかと思って多分言ってくれてたんですよね。ところがね、それでクール宅急便で送らないといけないんですよね。でクール宅急便がいいからって言って運転手さんも言うんですけど、いいんですかって言って、ほんだらクール宅急便がね 2,500 円かかるんですよ。合わせて 4,000 円ぐらいから俺 6,000 円ぐらいしか払ってないみたいな話になってて。いや悪いんでいいですよって言って、僕自分で払う、いやよかもう一回言うたけんもうわしが払うっつって最終的には払ってくれはったんですけど、すごい微妙な空気が流れてでもすごいいい人やなっていう話なんですけど、まあすいません僕の話で結局終わってしまう感じになるんですが、はい、いやでもね鹿児島いいとこですよね。はい、またいろいろね知覧の話とかね、ああもうぜひ指宿の話とかね、ああ聞きたい。また指宿映画祭とかとも出会ったんです。あ、そうなの？あったんですよ。あら、今やってるのかな？多分。あ、今かちょっとわかんないですけど。温泉楽しみに行きたいよね。指宿映画祭ってこうマジですか？あれが旗がね。旗が立ってて、あ、これなんですかって聞いたら結構説明してる。ああ、なんやそれ、めっちゃ面白いやん。行きたいな。行きましょうか今度ね。ね。はい。という感じでですね。まあ鹿児島ね。はい、またじゃあゆっくりお話聞きたいと思いますが、はい、実は、僕らがアホな話してる間に、ずっとズームで待ってくれてるゲストなんですよ。はい、はい、そうですね。ズームでねずっと待ってくれてはるんですよ。はい、なんやったら僕が打ち合わせの間に抜けたトイレの間も待ってくれてたっていうね、素晴らしい人が、いらっしゃるんですが、はい、もうお待たせしてしまってるんですが、ゲストをね、はい、今日お呼びしたいと思います。はい、はい、このね12月4日から。関西でも、公開が始まります。はい、愛のくだらないの監督である、野本小梢さんです。ご紹介します。どうぞ。はい、ということで、野本小梢監督でございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お久しぶりですというか、ついこの間ね、配信のインタビューで、お世話になりまして。はい、めっちゃっていうわけでもないけど、結構反響がありまして。はい、いろんな人が。見ていただいて、すごいこの映画実は関西でも楽しみにしてる方がたくさんいらっしゃるっていう感じなんですけども、東京ではねもう終わっちゃったみたいなんですけども、関西ではね12月4日からですから、はい、はいもうちょっとで始まるっていう、感じでドキドキワクワクしている感じなんですけれども、はいどうですかその反響は。そうですね、やっぱり、作品の内容から結構自分と重ねてくれる方が多くて、なんかいかにもっていう方失礼ですけどいらっしゃるんですけどこんな優しそうな方がこの主人公ちょっと強気な主人公系と同じ反省を持ったりするんだなっていう結構意外な感想もあり。なるほどね。いかにもっていう方は結構強気な感じの方なんですね、じゃあね。そうですね。いや俺本当ね野本さんと喋るのが俺はすごく楽しいんですけど、何が楽しいかっていうと必ずね俺の突っ込む余地を残してくれるんですよ会話の中に。だからついついだから今のいかにもっていう方もそうなんですけどっていう瞬間にいかにもってどんな人なんやろうって思わず突っ込みたくなってすごいそれが楽しいんですけど、はい、はい、そうなんですよね。でもね内容から言ってもねかなりリアルな内容なんで、そういう感じになるんだろうなと思うんですけど、で今日はですねだからもう2週間ぐらい前の話なんで 2,3 週間前の話なんでそのインタビューしたのがね、はい、で同じ内容を喋っててもしょうがないんで、で僕らとしてはせっかく12月4日にね公開されるんでその前にこの作品ねもっとね期待していただこうというか、見に行こうと思ってもらいたいなっていうのもあるのでもっといろいろねお話をお聞きしたいなと思うので、プレゼンじゃなくてね、もう一回プレゼンやってますからプレゼンではなくて、はい、あくまでも、トークで、はい、っていう感じにしたいと思うんですけども、もう僕は大体聞き倒してますし、僕以外の人たちからいろいろと質問していただいた方がいいかなと思いまして、はいはい、今日はシネマコミュニケーターの高橋さんもいらっしゃいますし、女性代表でね、あゆみちゃんもいるんで、お二人にも入っていただいてちょっとトークをしたいなと思います。はい、はい、それではお二人お願いします。はい、これすごいな、なんかすごいなんか絵がすごいねこれね。今多分ねノンさん見えないんだけど、戦隊もののなんか陣形君が決めポーズやってる時みたいな状態になってます今。絵面的にはなんかすごいなんかこんな感じになってる。すごいすいません、僕らだけ楽しんでますけど。ということで、ちょっとこのね、まあ、5人でちょっとトークしてるという感じでやりたいなと思うんですけども、まあ今ね、いろいろ来られていろんな方の感想を聞いてらっしゃるって話ですけど、はい、どうですか、じゃああゆみちゃんからまずは。そうですね、はい、監督がね、映画監督になられたきっかけとかも聞きたいなと思って。そうですね、大体こう皆さんってこう映画がすごい好きで自分も撮りたくてっていう方が多いかと思うんですけど、私の場合は結構話を作るのが好きっていうところで、なんか多分、小学校がすごく遠くて、小学校の時にその1時間ぐらいかけて歩いていかないといけなかったので、でその間こう人数の子供たちの数も少ないんで、一人でずっと考え事しながら歩くっていうことをしてて、でこうなんか自然と妄想してこうお話作ってっていうのが日常的になっていって、そのまま延長でこういろいろはしょりますと、その映画にはいたのかなっていう。めっちゃはしょってる。めっちゃはしょってる。いやだってその前にだってそこからさ、映画学校に入るっていうところが ある意味もう目的もめっちゃ持ってるやんって感じやねんけど、映画学校に今度入ったのはなんでなんですか？映画学校はその前に一回シナリオ学校に行って話を書いてたんですけど。あ、そうなんです。シナリオ学校はどこ行ってたの？シナリオセンター。あ、シナセンなんや。にもあると思うんですけど。マジで俺と小坂部さんシナセンの大阪校ですよ。そうなんです。うん。俺ちなみに柏田先生に教えてもらったことあるから。すごいですね。ああ、講義受けたことあります。うんうん。浅田先生の講義も受けたよ。はい。すごい。あ、そうなんや。南青山でじゃあ行ってたんや。そうなんです。うん。だんだん行かなくなっちゃって。行かなくなったのね。映画24区っていうのができまして、そこの1期生で今度企画とかシナリオのゼミに入った時に、その先生に大前玲子先生に自分で撮ってみてもいいんじゃないって言われて、じゃあ一回撮ってみるかなっていうので始めた。あ、そうなんだ。へえ、なるほどなるほど。僕もだから実はそのシナリオセンターで。シナリオセンターのカリキュラムの中じゃないんですけど、イベントとして大阪校でね やってるイベントとして3分間のショートフィルム撮るとか、そうそう、あとね40周年記念のイベントで8分間の、作品を、なんか生徒みんなで作るみたいなのを、9チームぐらい作って、そのうちの3チームで監督やったっていうね。そういうのをやってたんですけど、ね、そんな感じでやってたのがきっかけだったりとかするんですけど、あ、そうなんや、品川から行ってるのね。なるほどなるほどなるほどですね。だからか、シナリオの作り方って人によって個性あるじゃないですか。ストーリー優先なのかキャラクター優先なのかってあるじゃないですか。のんさんはどういう感じなんですか？その例えば今回の愛のくだらないの場合やったら結構ほら、まあまあやりたい放題な主人公じゃないですか。はい、はい、そういうのはなんかエピソードを拾ってきてエピソードを組み立てるみたいな形にしたのか、どういう感じで考えはったんですかね。結構実際にあった自分の経験が元になってるので、はい、やっぱりそのエピソード的なことが最初に来て、その自分が反省したいことをいくつかピックアップして、でも一人の人間が巻き起こしたことなので、はい、まあうまくつながっていったかなと思うんですけど、人物像はその後からキャラクターとかは後から作っていくっていう、その主人公の藤原真希さんと話したりとか、真希さんのその得意なところとか性格とかも見ながら作っていったっていう感じなんです。あ、そうなんだ。じゃあ役者さんと合わせながらやっていくってことは、脚本ができたから肉付けしたの、それとも脚本ができる前に肉付けしていったの？そうですね、できる前っていう感じなんですよね。ある程度のプロットみたいなのあったんですけど、もっと細かいキャラクターっていうのはもうすでに結構お声がけしてたキャストさんがいたので、その方をこう融合しながら作っていた。なるほど、だからか、なんかすごいもう本当に自然でしたもんね、みんなね。はい、嬉しいですね。多分そういうところもあるんですね。はい、どうですか、細川さんは。そうですね、まあ、野本監督の作品も、まあ、何本かね、見させてもらったんですけれども。今回のやつで何本目なんですか。数えきれないんですけど。なんかすごい撮ってありますよね。20本超えてる。すごいな、20本超えてんねや。もう撮り終わったら、もう次。作るみたいな感じなんですか。そうですね。なんかまあ何本か並行していて、なんかこういう話を一緒にやりたいってことでお話をいただくことが多いんですけど、でも今回のその愛のくだらないは、はい、初のまあオリジナルで作る長編ですし、もうこれ撮ったら最後っていうつもりで、割と結構そういう宣言をしてて、そうなの？でもこれ最後なの？でも結局その後もう5本ぐらい撮ってる。最後ちゃうやん。おもろいおもろい。はい。そうなんや。じゃあ高橋さんは。はい。ね、高橋さんは割合お気に入りの作品なんでね。うん。めっちゃ言ってますよね。はい。そう、すごい題材をすごく大事にしてて、真正面から真面目に。いや、ドラマにはなってるんですけど、内容的にはすごく。ね、すごく真面目に捉えてるというか、そういう話ですよね。登場人物たちと次の日に入れないのがちょっとロスになったというかね、そんな割れ強烈ですよね、と思います。ちょっとポスターが女の人一人だけなんでね、作品の良さが分からなくて、あれポスターもうちょっとなんか何人かと絡ましてたら、まあちょっとは人間ドラマ的なんかなと思いましたね。それクレーム？関西宣伝としてのクレームやな。だからもうね、シアターセブンでちょっとあの赤いポスターにちょっと登場人物切り抜いて貼ってね、この分かった分かった分かった、もうシアターセブンには高橋さんお手製のなんかポスターを持っていくようにしますんで、使ったってください、お願いします。もう作品愛がもう溢れすぎてて、そんな感じになってるんで。はい、松村さんに頑張ってます。怒られます。松村さんもね、ほんまね、今日来る予定やったんですよ。で、ちょっと来られへんかったんであれですけどね。はい、はい、まあまあそうですね。まあこんなにね、関西には、愛のくだらないを待っている人たちもいますんで、はい、もう楽しみにみんなしてると思うんで、ぜひですね、関西来られた時は、このマテリアルにまず足を運んでいただいてお待ちしております。そして行きます。鹿児島から買ってきた焼酎も多分あると思うんで、焼酎飲みながらね、いろいろと話しましょう。なくならないように。じゃあ、監督からですね、関西まだ始まってないんで、関西の皆様に何か一言ありますか？そうですね、誰のどういう部分に刺さるのかっていうのが自分でもわからないような映画だなと思っていて、結構本当自分の反省をただぶつけたっていうところもあったので、本当にその皆さんがどういう感想を持たれるかなっていうのが楽しみでありますので、私も初日行く予定でおりますので、ぜひお会いしてお感想いただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、もう本当にね、僕らも来られるのを期待してお待ちしてますんで、ぜひ生でね、野本さんにお会いして、生でクレーム言う人が隣にいるのでクレームじゃないですよ。クレームじゃないですよ。広めるためのね、アイデアです。はい、アイデアで、はい、ということですので、僕たちも期待して12月4日をお待ちしてます。まあ実はその前にですね、来週ですよね。ラジオの方で、高橋さんのラジオの方で、野本監督のインタビューがね、流れる予定になってますね。はい、また来週ね、日曜日ですけども、ありますので、それもまた皆さん期待してていただければなと思います。はい、ということで今日はですね、映画愛のくだらないの監督、野本梢監督と、みんなでトークという感じで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。待ってます。はい、おはようございます。はい、お店のイベントです。はい、追加でマテリアルなチョイスな日を追加いたしましたので、27日土曜日にもします。ファーストチョイス、セカンドチョイスありまして、まだ内容の方はまだ決まっておりませんので、はい、また決まり次第ホームページに載せますので、はい、見てください。はい、次の6回目が28日の日曜日となっております。こちらも2回ありまして、ファーストチョイス、セカンドチョイスあります。こちらも内容がまだね、決まっておりませんので、ホームページをご覧ください。ホームページ見てね。はい。で、チームラッシュですね。チームラッシュは29にやりますので、2回目ですね。復帰後2回目となっておりますので、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。どんどんね、ちょっとイベントもやっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひぜひね、皆さんカモンです。カモンマテリアルなんで、はい、なのでお待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ高橋さん。はい。はい、おはようございます。シネマコメディの高橋です。シネマ次のコーナーでございます。はい、今日はミュージカル映画をご紹介したいと思いますけどね、1本目ね、パンフレット忘れました。監督この辺に入れてください。1本目はですね、2016年のアメリカ映画、映画ララランドです。出た。ララランドまでいったら、ちょっとライ体操になりそうやな。監督ミュージカル映画って似合うんですか？あ、見ますよ。なんか似合いませんね。何それ？何それ？俺実はミュージカル映画撮りたいぐらいに思ってる。ああ、なんかアクションのイメージがあるから、じゃアクションミュージカル映画ね。あ、まあそういうのがね、ありですね。ミュージカルしたいなと思います。これね、まあアカデミー賞とかね、ノミネートされて、いろんな賞も取ったんですけど、今日調べながらね、初めて気がついたんが、見てる時はあんまり考えなかったんですけど、これプロローグが冬なんですね。はい。で春、夏、秋でエピローグが5年後の冬の展開やったらしいですね。初めて知りました。何やそれ。見てんのになと思って、だからそれを調べてちょっともう一回見たいなと思いながらしてますけども、監督がまあこっちが先取って、後にデミアン・チャゼルさんでファーストマンね、後で取って、だからそのアカデミー賞チームがこれファーストマン取ってるので、出演者のライアン・コズリングもファーストマンの主役ですよね、話ですね。で、私の好きな「君に読む物語」も出てたんですよね。後になってまた知りました。なんか最近調べて知ることが多くて、エマ・ストーンもゾンビランドに出てて、私ゾンビランドが好きで、あーと思ってきました。で、音楽がジャスティン・ハービンで、それもファーストマン。だからララランドのチームでファーストマンを作ったっていう感じですね。それより俺エマ・ストーンの代表作、別にゾンビランド以外にもっとあるやろ。でも自分の見たのはゾンビランドや。いや、だから「アメイジング・スパイダーマン」のヒロインとかもやってる。だから印象残ってない。なんでやねんな。やっと可愛らしい子になったって、めっちゃネットでは盛り上がってるけどね。だからスパイダーマンはだから前のね、監督の時のサーガが好きやから、変わってから。いや、僕あれですよ、侍ミ派なんで、侍ミのスパイダーマンしか認めへんけど、アメイジングはいまいち僕は好きじゃないんですよ。だから暗いしね、めっちゃ暗い。だから最近だからもうあれマーベルかジャスティック・ディークか知らんけど、マネがちょっと苦手になりましたね。やっぱりもうちょっと60近くなる。でもトム・ホランドのやつはちょっと原作に近くて面白い。まあまあいい、スパイダーマン話は。で、編集はトム・クロスさんで、撮影がね、だから。ダブルセブンノンタイム2台も取ってる人で、編集もしてる人で、グレーテストショーマンの編集もしたということですね。でそういうことで何が言いたかったのかっていうのはもう前振りなんですよ。前振りなんで、これ来週11月26日から全国公開します。リア・エヴァン・ハンセン、エヴァン・ハンセンですね。これミュージカルになってて、それの映画化らしいですね。それも知らんかって、どっちが先なんかなと思って。これ音楽チームがララランドとグレイテストショーマンのチームがまたこの音楽してるみたいですね。だからトニー賞とか取ってるんですかね。だからミュージカルとしてはすごくいい作品らしいですよね。でも映画、多分それを見てないし話をしなかったんで、面白い導入部があっていろんなことがあるんですけど、男性が主人公ですよね。その少年が主人公ですけど、あんまりかっこよくならない、珍しいですね。だからミュージカルって我々こう変わっていくのに、最後になんか人が変わるのに朝日最後まで変わらんままでっていう、なんかちょっと暗めっておかしいんですもんね。最近でもほら何だっけ、フリーガイって最近ね、ほらハリウッドでやってたり、あれだってほらほんまに普通のサラリーマンというか、サラリーマンですらないぐらいの普通の人が実は俺はヒーローなんだっていうふうにどんどんヒーローになっていくっていうストーリーが結構受けてたり、だから要はその今の話の流れとしてそのヒーロー然としたヒーローにスポットが当たるんじゃなくて、普通の人が実はヒーローみたいな、だからそのかっこよさっていうのが見かけじゃないんですよね。そうそのかっこいいヒーローはもうマーベル頼んだよね。そういうこと。現実世界はこういう普通の人がヒーローになると。だからあれやん、白雪姫がアジア人が白雪姫やってるみたいなのにもなってきてるんですよ、アマゾンのやつとか。なるほどね、勉強になりました。今日は勉強させていただいたコーナーでございます。でも本当このコーナーねするによってね、いろんななんか深掘りができてるんで、ここで紹介されたら今度次言うときはちょっと楽かなと思います。はい、でもこれ来週でございますね、見ていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。いやもう今日も駆け抜けましたね。そうですね。やっぱなんかね、野本梢監督ね、なんでしょう、もう本当にこの人もうずっと可愛らしいってもうずっと言ってるけど、監督やめて女優さんになってください。それまたちゃうとは思うねんけどね。女優ってなるのまだちゃうからね。キャラクターできそう。まあキャラクターはね、面白いですよね。映画監督として実現してます。ぜひぜひ。また12月4日に来られるということで、またお会いできるかなと思います。お会いしたいなと、みんなで駆けつけないといけないですねっていう感じでございますけど、はい、何持ってるの？監督からもらいました。チャッキーのカップです。ホラーが大好きでね、選手はそうだったんでね、ホラーの話やめました。ありがとうございます。はい、使ってください。という感じなんですけども、もうあとね1ヶ月ちょっとでも今年が終わっちゃうというのも信じられないぐらいなんですが、皆さんもきっとですね、びっくりしてはる人もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、でもねやっぱり一番は健康が一番なんで、健康に過ごせないと本当に迎えることもできないですから、ぜひですね、来年がよりチームラッシュでね、健康になって、もう、掘り込み方がいい、そう、チームラッシュでね、健康な体作って、来年がいい年になるように、あと1ヶ月頑張って過ごしたいなと思います。はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。また来週。